ちょっと上がっていきます。わあ、またというわけで、皆さんこんにちは。今日はね、岡山県総合グラウンドに来ましたね。めちゃめちゃ広いこのグラウンドなんですけども、ちょっとね、今日はね、昔ながらのスポットに、行こうかなと思います。津島遺跡、まあ、今日ここに来た理由っていうのもここだけじゃなくて、まあ、この他にもあるんですけど、この中にね、そういう施設がまだ残ってるって聞いたんですけど、どこなんでしょうね。遺跡の跡はね、はっきりわかるんですけど、ここですね。このジップアリーナの隣にあるこの建物、入れるかな。でも なるほどね、喫茶コーナーとか開校舎として誕生しました。社交場ね。まあ、このエリアなんですけどね、兵隊さんの訓練エリアだったそうです。すごいですね。こちらでございます。いけるかな。はい、なんかね、ちょっとジップアリーナの方かな、聞いてみようかなと。ここにはちょっと管理人さんいないみたいなんで、ちょっと行ってみます。はい、また戻ってきました。撮影全然大丈夫ということで、行ってまいろうかなと思います。ここが社交場だったということで、立派ですね。明治43年、まあ、駅舎と同じぐらいの、まあ、建築のあれですね。はい、じゃあ入っていきます。お、これですね、旧日本軍のなんかそういうエンブレムというか、こういう感じらしいですね。調べてみようか。ちょっと上がっていきます。わあ、またいいですね。こんな感じですね。はい、まあ、こんな感じですね。このジップアリーナの横しにあります、ね、普通に入ってね、記念撮影じゃないですけど
撮影してもいいということで登録有形文化財でね、あの職員の方もすごい丁寧な対応してくれました。非常にあの重要な建築物ということで、はい、まあ、詳しくはねこちらの総合グラウンドの事務所です。はい、というわけで岡山大学来ました。で、これ農学部、薬学部がある場所なんですけど、ずっとね、まっすぐ行ったところに陸軍の司令部があったということで、ちょっとそこに今から行こうかなと思います。そんなに難しい場所にあるわけじゃないので、あれかな、あの総合グラウンドとね、なんか感じが似た建物が、こちらにね一つあるということですけども、これですね、この白い建物です。はい、で続いてはね、あの岡山大学津島キャンパスのメインの場所に行きます。まあ、ここね、工学部とか経済学部とか、もうほぼ全ての、ね、学部が入っています。で、これから行くとこなんですけど、この先にずっと先に行ったところに入浴施設があるということですね。旧日本軍ので、今は考古学の研究室の資料をね置いてる場所になるんですけど、ちょっとこれから向かっていきます。で、このまっすぐ先にあるのが図書館なんですよね。この図書館の西側、こっちですね、にありますね。ここですね、ここがもともとの入浴施設があった場所です。あ、建物ですね。まあ、なんか自衛隊の入浴施設と似てますね、あの日本原駐屯地はね。まあ、こんな感じでした。まあ、色とか違うんですけど、形的にはね、本当にあの銭湯とは思えないような作り形なんですけど、で、この先ですね、グラウンド。どうだったかな、あっちか。はい、ここですね。ちょっとね、茂ってて分かりにくい感じなんですけどね、見えるかな。ちょっと生い茂ってて確認が難しいんですけど、せっかくここまで来たので行きますけど、まあ、ちょっとね
かりにくいかな。まあ、この辺なんですけど、まあ、もっこりしたような感じに見えるんですけどもね、この辺とかあの橋の爆破訓練をしてた、場所だということなんですよね。だから冬とか、まあ、これが綺麗に見えるかと、この下の中が見えると思うんですけど、レンガ作りになってるんですよね。ちょっとせっかくなのでもっと見てみましょうか。これですね、こっちではっきり見えました。これです。このレンガ作りの部分があの爆破訓練のために使われていたものということで、まあ、この橋をね想定した作りになってたみたいですね、当時で。まあ、今に至るということなんですけど、どうでしょう、まあ、こういうものだということです。はい、でこっちが東門なんですけど、あれかな、これが旧日本軍の関係したね石らしいです。調べた結果、昭和7年、まあ、軍人とかまあ書いてますね。はい、続いてはですね、この先にまた旧日本軍の施設があるんですけど、まあ、これが最後ぐらいなんですよね、生き残っていうのが。はい、続いてはね、こちらです。こちらですね、今の弓道部の施設になってるんですけどね、ここは昔ね、あの、まあ、武器とか最新鋭のねものを置いてたということで、そのためにね、あの目隠しのためにこういう感じで刑務所のような壁が、そびえ立ってます。この向こうにそういう装備が隠されていたということです。ちょっと、ね、今練習中なので近づけないですけど、今は弓道部の、施設になってます。はい、今ねこんな感じになってます。すっごい塀ですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。